あった、モベル。モベルあった。これは分かりにくかった。あ、鍵回収ボックスとかあるから、やっぱりここで借りるんだ。あ、あれ温泉だけ、うん、小松温泉か、うん、あ、それオーシスマーケット、ここかかってから10時までちゃうの、オーシスマーケットでも何時まで、はい、じゃない5時半か、5時半か、ここを開けてギュッと開けてでここに置いてこうこうやっていくって感じだな。でも中にいるとこないとしっきりで、うん、よし、中どんな感じ、うん、俺が、ね、それは何やったかな、寝袋があるんだ、その中にな。でこれがパパとお兄ちゃんの寝室で、こっちで寝るの、荷物多いんじゃん。そうやね、荷物多いね、寝るしかないって感じやろ。まあいいんじゃないですか。これが車内の今日の車中泊のこれなんや、アザラシの何、これ別に抱き枕、抱き枕、抱き枕やな、これを入れつけてね。今日は TP でキャンプしまーす。四国屋さん温泉に来ました。ここで温泉入ります。あったかい。ご飯を買いに来ました、丸中。また今日も惣菜かな、買いに行ってきます。
乾杯。キャンパー。届か。届かや。キャンパー。キャンパーイヤー。愛媛さんの温州みかん酎ハイです。これはいつものバドワイザー。バドワイザー。鍋焼きうどん？ちゃんぽん。ちゃんぽん。ちゃんぽんを買ってきたので。これからちゃんぽんをします。ちゃんぽんを温めます。美味しそうやん。でも意外とな、意外とつか普通に美味しそう。温かいよ。この餃子ちょっと食べてみよう。揚げ餃子寒い？キャンプ。うん、美味しい。挟みられるものかな。なんか揚げ餃子がいっぱい売ってたよね。なんかこの辺の人は揚げ餃子を食べるのかな。普通の揚げ餃子。はい。ちゃんぽんいただきます。はい、あ、いい匂いする。いただきます。うん、美味しい。胡椒が効いてる。汁だけ入れれるよ。あ、結構やっぱ湯気が出るな。な。汁。うん、美味しい。あ、ちょっと辛いなこれ。何が入ってる？酸っぱいですか？うん。美味しい。あ、確かに胡椒入ってる。胡椒が効いてるね。胡椒が効いてて美味しい。美味しい。寒いとやっぱり。美味しいね。はい、ごちそうさま。寒くはない。今は朝7時です。チェックアウトが9時なので、そろそろ片付け、朝ごはんを食べチェックアウトしていきます。すごく静かで心地よく過ごすことができました。解放されてるということでした。ここが水芝とトイレ。まだ皆さん出られる、お休みなのでここからは静かにサイレントで行きます。
る。こうになってますね。朝ごはんはラーメンします。失敗。え、もうあれがなくなったから、サイトの片付けはしました。これ楽しみやねんな、この天一、うん、天一の美味しそうやん。でも、うん、な、うん、僕が作ったら美味しそうやから。自分で作ってないからさ。自分で、だってお湯は、お湯は捨てたのはお兄ちゃんにやってもらってるけどさ。そうそう、お湯だけやん。でもあとはやってるやん。美味しそう。マヨネーズ。一番な、お湯捨てるのが大変じゃない。じゃあちょっとパパはこっちをやってみるわ。天一。天一。もうできた。天一。天一のラーメンちょっとやってみる。おりゃー。美味しそうやん。ついた。これほんまに天一なのかな。ついた。ごめん、捨て。一緒に捨てといて。何やん。自分らでそう。袋は残ってない。蓋は。うわすごい。あ、バカ。味は天一か。わかんない。どうやろう。はい。これめっちゃ好きやからね。よいしょ。おはし。兄ちゃんごめん。マヨネーズやったよ。マジで。前までかけてたんやけど、どっぷり同じ。マヨネーズがな。マヨネーズが辛いだけど。いいやいいや。それぐらい。辛い。うん。できた。天一カップラーメン。天一カップラーメンいただきます。ちょっとこれ後で。違うな。これが。サラサラしてる。ちょっとサラサラ。ここまでできんやろ。ここまでの、やっぱあそこまでの。ちょうだい。代わりにあげる。これ？これ？代わりにあげる。ここまでできんやろ。うん。美味しい。バターみたい。バター。美味しかった。美味しかった。何て言うんですか。美味しかった。なんて言うんですか。忘れましたね。美味しかった。言いません。ちゃうやん。ん？ううなんか。うん、忘れた。言いません。うまい。うまいが。うまいが。あのドロドロしてへんけどあっさりした。あ、なんていうの。あっさりどこ？あっさりした天地。でもあっさりもしてない。ようから。ようから。とこれ猫がついてました。何？なんか猫ついてる。猫。ほら、こっちないのにさ、うん、こっちがついてる。どれ？あ、ほんまや。知らんの？知らんかった。いや、ここにはね、裏面にこうな、うん、こっちなんもないね。そうや。あれ、そうで、うん、だいぶスープがドロドロなってきました。もうそれなりに美味しい。わこれを250円だと食べれると思ったらまあまあ見ちゃう感じ。まあまあまあしよう。でお兄ちゃんは？おいしい。Oh my god。ナイフ普通。ナイフ普通。お兄ちゃん欲しい。美味しい。な、欲しい。美味しい。え、ママ期待してんねんけど、ママ。え、どういうこと？期待してんねんけど。じゃあ意味やない。思春期の男の子じゃもう。もう思春期の子。関係なく良くない。うん。温泉が休館になってた。
ここやな、ここや、はい、あ、ちょっと、あ、よかった、なるほど。